石鎚神社です、ここは、駅に近い、江の総本宮でございます。で石鎚山の上にあの頂上の宮ございますが、いずれしろあの石鎚の狼が祀られています。先ほど山の方まで、行きまして、そこにあの非常に青い、岩が、たくさん川に転がっているのが見えておりました。したがって石鎚の神様の語源がなんとなく分かりそうな気配です。これから吉田宮司が解き明かすでしょう。非常に綺麗なお宮さんですね。星祭りがあるね。星祭りとは、星の変わり目に各人の集まる場所です。悪いところは直さない。これ傷つきになっとるわな、うん、だから土っていう意味は木の棒にこういう昔これがここが石だったんですね、うん、これ石がついたのが石鎚です。縄文時代 の丸い石があるんですよ。で神武天皇記のところに九分筒井石筒井持ち打ち手し山というのがございます。はい、その石筒井、これがもともとの石筒神社の語源でございます。なぜか大麻と呼ばれるお札というものが存在します。古事記の中にも出てきますね。大麻を吸引したか何かして恍惚となった女性が描かれたりします。ベージュでございます。あれご存知なかった？知らないでしょ。ベージュベージュ。いや私はほらあの88だけど俺86でしょ、うん、ま、万で86、これ数えていくんやね。数えていきます、うん、数えてページですか。あら、おめでとうございます。知られた。石鎚山の、ロープウェイので一緒になった、ホラー街を吹きになる郵便局員さんです。これから演奏していただきます。お名前はですね、山本様です。はい、はい、じゃあお願いいたします。その音の組み合わせでいろんな意味合いがありますから、ちょっと聞いてみてください。ありがとうございました。少し半身引いて、はい、でちょっと向こう向けられる。それがまあトラかいな。ちょっと待ってください。ちょっとこっち見て、ちょっと半身が慣れた方が。じゃあちょっと足を使う。はい。これは構えだと。はい。中野さんがトラ吹き少なかった喜んでます。はい、以上でした。はい、ありがとうございました。はい、喜んでます。